ストライクドキング、こちらみやもです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回は新種50のバーシーやっていきましょう。はい。まあちょっと、がっつり1日やってきました。はい。で、今回なんですけど、まあ、絆のかけらの集めやすい編成、個人的に。まあ、自分がやったパーティー含めて紹介していくんですけど、まず、究極の方なんですが、枠3の、ガチャゲン1。それで、まあ、ワンパンを狙っていくっていう構成を、まず紹介します。はい。で、超絶。これね、今回ね、ビジョンベースなんですけど、ギミックが。うん。かなりワンパン難しいです、超絶に関しては。ほぼほぼなんかビジョンベースで削っていくっていう感じ。まあ一部のガチャゲンガチャガチャっていっぱい3体とか入れたら友情ゲームもできるんだけど、まあかなり固めなので、まあ超絶の方は駆け抜けで、はい、紹介していこうかと思うのでよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず究極から行きましょう。はい、ということで究極やっていきたいと思います。まあまずはサクッとやろうかな。はい。はい、メンツはこんな感じになっておりますと。まあ変わったメンツですね。まあ、ルシがいるってことは、まあ、目指し、ルシでやるんだよね、多分。まあ、ルシワンパンは変わらないっていう。ちょ2手目来ちゃったんだけど。一番レアパターンじゃないですか、これ。レアパターン来たんだけど、これなかなか2手目ないんよ。けど、フォローできてるんですよね。これフォローできてるんですよね。このパーで2手目もフォローできてるっていうのがね、素晴らしい点なんですよ。はい。ということで、ワンパンです。ちょっと全然説明できなかったわ。説明っていうか、雰囲気見せられなかったわ。ね、まさか2手で来ると思わなかったから、しょっぱなに。はい、まあ、説明もしながらやっていこうかな、もう。はい。はい。で、ここね、これ、頂点。決め打ち気味で。決め打ち気味で、ここに打ちます。はい。まあ、これ、今回2手じゃなかったですね。はい。これ、4手パターンですね。はい。この子採用の理由は何ですか？この子採用の理由は、砲撃型なんで、このフォンフォンを、フォンフォンじゃない、ムシュフシュを打ちたいんですよ。で、ルシにこのバフをかけたいんで、砲撃型の、なんか爆発誘発できる貫通キャラの運枠を探してるところを、まあ、レクイエムが程よかった。他にもね、爆発できるやつはいるんだけど、まあ、結構ここでフェスティバルに当たる事情でメインに爆発友情を持っててほしいんですよ ね、 あ、ね。でさらに砲撃型で貫通みたいな。あとはグランニニョルとかがいるんだけど、グランニニョルね、ちょっとねボスを削り切ってしまう可能性があって、事故る時があるのか、たまに事故る時があるんで、まあ事故りにくい程よい友情ということで、まあ、このアウラ採用してます。なんでここでまあブシュブシュ打ちます。で、ここから4手目カットインのパターンなんで、まあ最悪ここでブシュブシュ打たなくてもいいんですけど、まあ、忘れないようにここで打ってもいいんじゃないでしょうか。まあ、ベジテバルをちょっと下げるような意識で今打ってます。はい。で、この3手目のルシなんですけど、まあ、横間ですね、右から横間してあげると、まあ、右側に止まりますよと。はい、まあ比較的右側か。まあ友情フィルターにいるやね。まあ問題ないです。はい。そしてこちらのリドーラ姫を、まあ、斜めに一応打った方がいいかな。なんかね、若干削りたいんで、あ、じゃないとたまに残る時ある。でも削り切る時もある。よくわからんね。そう、よくわからん。まあこういう角度で言う時は間違いないっていう。はい、ベジで誘発しながらワンパンという形になります。次3手目パターン欲しいね。そうね。3手目でボスインの可能性あるんで、はい、まずはここの頂点に合わせて打ちます。でベジを配置しますよと。はい、これ3手目パターンですね。はい、ムシュフシュを打ちます。でこれ意識することね、ルシファー若干下げたいですね。ああ、高かったら、そう、高かったら若干下げたいです。低かったら別に問題ない。若干下げたい。それを意識してください。はい。まあ、ルシファーを下げることだけ意識してます。はい、OK です。まあ、2手目はね、結構、位置調整とかもしなきゃいけないので、結構重要な役割ですね。で、3手目のルシファー。まあ、こちらは、まあ、リドラ姫で誘発しながら、はい、ワンバンすると。いう感じになっております。これが3手パターン。だから全パターンとりあえずやれたかな。はい。このパーティーが、まあ、運枠も3体いるし、ガチャゲン1体で、ね、ワンパンできるんで、かなり回りやすいかなと思っております。はい。まあ、実際はね、究極ソロで回ってたんで、こんな感じでやってました。はい。ウリエルも強いですね。なるほどね。はい。打ち方は、ほぼ一緒です。
で、2点目爆発キャラ。で、今回ムシュムシュ使ってないんで、はい、スライムとかでも可能です。はい、あとルシファーでウリエンに当たって、ベジティバルの友情フィールドも出してあげるみたいな。うん、なるほど。これだともう打点は間違いなく、さっきの倍ぐらいはね、はい、こんな感じで、ワンパンできます。はい、続きましては超絶やっていきたいと思います。で、ここはワンパンマジできついんで、はい、ギミックとしてはさっきと一緒のビジョンベースが出てきます。で、重力減速壁というギミック。はい、で、ラウドラバリアを貼っている。なので、ラウドラバリアをね、まず壊します。はい、で、まあ、友情とかも、まあ、ビジョンベースも考えながら、まあ、最初はこんな感じの打ち方でやってました。で、今回、ワルプルギス、こちら。まあ、ちょっと今手に入らないですけど、これ一番強いですね。一番強いんだ。うん。いや、ビジョンベースにこのスノーキラーとか乗ってくるんで、このファーストキラーパワーモードが、この降臨のキャラの中だったらね、かなり打点が高い。他のキャラだと、まあ、1個キラー持ってるぐらいが普通なので、まあ、2個キラー持ってるっつうのは、こいつかなりプラスですね。めっちゃ強い。ガチャゲン並み。ここに関しては。なので、ワルプルギス持ったら、ワルプルギスが個人的おすすめ。では、マジ、今手に入らないから。そうよね。そこだよね。ほら、友情もやばくない？超強い。超強い。で、全対応だからね、ギミック。まあ、かなりおすすめでございます。まあ、あとはシレットとかね。ああ、強そう。機械の EX の。まあ、そっちも機関剣なのか。そう。ただ、その、ね、キラーとかないんで。はい。そこで火力感が若干、そのワルプルと比べると微妙になるかな、ぐらい。友情がね、そこまでとこらない。ほとんどビジョンベースで削っていくっていう、あのクエストなので、なかなか友情キャラは、このガチャゲン以外は活躍しづらいですね。めんどいね。結構ね。ちゃんとやってる。ちゃんとやんなきゃいけない。なんかズルできないって感じ。やってることはすごい簡単なんだけどね。ズルができない、ステージ。これも終わってからってことね。そうだね。終わってから。まあ、雑でいいんですけどね。こんな感じで友情強ー友情とビジョンで、まあ、ほぼビジョンかなで削ってます。全体より偉いな、こいつ。はい、まあ、火力も申し分ないと。はい、なのでワルプルギスの夜が個人的におすすめかな、枠としては。つい最近だっけ、アルファの時だっけ、マトワルの時来たっけ、時いたのかな、悪くいたっけ、ちょっと覚えてないな。そこでみんな持ってたらいいなとは思ってんだけど、もしかしたら持ってない人が少ないかもなともちょっと今ね疑心暗鬼状態。そうね、うん、めっちゃ強いじゃん、おかしいじゃん。もうほんとね、期間限が多くてね、難しかったっすね、ここの枠を考えるのが。はい、ってな感じで、まあ、ワルプルギスが遅いです。はい、まあ、今回は、まあ、ガチャゲン主に見ていきたいと思います。まあ、一応ね、アルマゲドンこれショコで手に入るキャラなんですけど、こいつもなかなかやれますね。うん、やれる方でも本当ね、ショコキャラはね、きつい。基本的にここ向いてないキャラが多い。期間限が多いね。そう、はい、ガチャゲンはナイチンゲンマジ強い。おこいつだけね、火力がね、お化けです。いや、もうおすすめ。これ超おすすめ。ガチャゲン、まあ、もう内地一択やなと思っています。あれだよね、アビリティ的には元素壁ないよね。元素壁ない。ただね、もうビジョンベースでダメージを与えてこうっていうステージじゃないですか。うん。なんで、まあ、ほぼほぼ元素壁はいらないかなと思っています。なるほどね。うん、あんまいらない。割って、ビジョンさえ出せれば OK。止まってもいいよね。止まっても OK。はい、っていう感じに。もうちょっとめんどくさいんですけど、レザバリ貼ってあるからね。レザバリ貼ってないやつにはね、ライチの友情もついてるけど、うん、まあこういう雑魚処理がちょっとグダってめんどくさいなーって人は、その伏黒とかね、そこら辺のキャラとかも強いんですよ。なるほど。あと薬も
逆も強い。この貫通の方、イコ姫の方なんですけど。これ今のアルマゲドンのタイプね。ビジョンの。確かにちょっとね、って感じだね。そう。これナイチン。譲れ方が違う。ガチャゲンマジナイチンっす。マジ強いっす。あとはちょいちょい、もうほんとね、なんでもいいんだよな。多属性でもいいから最悪。とりあえず重力対応してれば。殴り強ければね。そう、殴り強ければ、まあ、重力バリアキラー持ってるやつとか、ね、いるじゃないですか、多属性で、ね、貫通で、わだつみとか、まあ。そこら辺とかでも全然大丈夫ですね。はい、割って、アビジョンです。おかしい。強いね。まあ、こいつだけやばい、マジで。なんかいっぱいいるよね、貫通重力の強いキャラって。そうね。なんかでも、こいつが一番使いやすいかなと思って、おすすめ。はい、ということで、バンシーの、究極と超絶やっていきました。まあ、究極はめちゃくちゃ簡単かな。友情ワンパンできるんで、回りやすいかと思います。超絶に関しては、まあ、システムは簡単だけど、その、パーティー構成的に結構、10回時間かかるかもね。そうね。あと、まあ、他の超絶比べたらちょっとやっぱ、面倒そうではあった。ね、他の超絶はやっぱワンパンできちゃうところもあるんで、まあ、今回これ、ほぼほぼ低ターンではワンパンできないんで、超絶。はい、なので、枠を増やして、まあ、かけらは集めてほしいなと思いました。一番おすすめはワルプルギスメロ、が強い。まあ、あとは、まあ、貴族性の貫通のなんか、強殴りキャラでね、そこら辺を連れてって、まあ、ガチャゲン、おすすめはナイチンゲールと組み合わせていってみてください。はい、ということで、今回は以上です。皆さんも集めてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。